今回は夏休み特別企画、この段ボールを使って流しそうめんをやっていきたいと思います。使うもの、アルミホイルとサランラップ、そしてハサミとガムテープです。よいしょ。このサイズに切った段ボールをいっぱいつなげて、ここからジャーッと流して流しそうめんやっていきたいなと思います。それでは作っていくぞ。はい、じゃじゃーん。これをたくさん作ってつなげてつなげていきたいと思います。よし、頑張ろう。やったー、できたー。見てください、あそこがスタートで、ここで僕がキャッチして食べると。それじゃあやってみよう。それじゃあお願いします。おいしい。あ、来た。あ、早い早い。来た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 。ポン。うん。裏街道があるんですよ、ここに。裏街道、どんどん来る、どんどん。キャッチ。さあ、スタートしました。早い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 。おっとっと、ここで行く一回スローペースになって、裏街道、裏街道、これは流れるのか。ここで、ここでダウンか。いやー、最後の力を振り絞って頑張った頑張った頑張った。来た。あーあーコースアウト。これはまずい、これはまずい。補強しなければ。あー、後で片付けます。ここは早い。ここ、さあ、第一コーナー曲がりまして、ここからが緩くなっていく。さあ、止まりました。いつも通りの展開です。ここから水が頑張った。頑張った、頑張った。さあ、来た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 。おいしょ。あん。よいしょ。あ。いただきますと。いやー、おもろい。実に面白い。これは小学生、これからね、自由研究やんなきゃいけないでしょう。ぜひやってみてください。本当に楽しい研究ができると思います。それじゃあ夏休みももう少し楽しんでください。最後にこれはね、片付けて帰るんでね。ほんならまた。